聖獣バロンバロンはインドネシアのバリ島に伝わる獅子の姿の聖獣。別名バナスパティラジャ。森のバナスパティの権限であり、バリーヒンドゥーの善の側面を象徴しており、反対に悪の象徴である魔女ランダと対応なす。たとえ倒されても必ず復活し、ランダと英語の戦いを続けるとされる。ここからバロンはあらゆる災害を防ぐ力を持つと信じられており、 レサの寺院の一軍に収められ、日々、供物と祈りの対象となっている。全身に輝く、鏡の小片をつけた獅子の姿で表されるのが、普通である。ガルンガムをはじめとする、バリの暦であるウーク歴の最定日には、バロンダンスという悪霊を払い、薬病を払いの舞台劇が行われる。バリの村人たちは、バロンは、踊り好きであると信じており、 バロンが踊る祭礼は数多くある。バロンの造形は、東大に中国から東南アジアに伝播した獅子に類似している。祭礼で使われるバロンは、重力を持つとされる布で覆われた長い胴体を持つ動物であり、村によってイノシシ、虎、牛、犬など異なった動物を象徴している。中でもバロンクトットと呼ばれる最高位のバロンは、現実には実在しない。 神聖な動物をかたどっている。バロンの頭部はふさふさとした白い毛と強力な重力を持つとされる人毛で作られた顎げと金と目打ちされた革で装飾された仮面をかぶっている。バロンダンスは19世紀以前はジャワ島でも行われていたが、現在、儀礼の中で重要な位置を占めるのはバリ島だけである。バロンダンスは 聖職者によって安置されたバロンに対して細々とした儀式が取り行われた後に寺の境内でガムランの伴奏に合わせて二人の男性によって操られる。複数のストーリーが存在するが、善の力と悪の力の構想というテーマで共通している。1930年代から島を訪れる外国人の観光客向けにバロンダンスの公演が 行われるようになった。本来の儀礼は3時間以上に及び、初期の公演は観光客にとっては都合の良いものではなかった。また、トランス状態に陥った踊り手たちがナイフで自分自身を刺したり、トランス状態から離脱するために生きた鳥をむさぼり食うといったシーンが外国人の目からは不快な蛮行と移り不評を買った。 そのことに気づいた今でクれるクという踊り手が時間を短縮した筋書きを考案し、現在の公演の基本となった。その後、会話を減らす、ドタバタ劇を盛り込む、過激なトランス状態などの不快なシーンをなくすなど、言語や文化に関わらず楽しめる形に変化していった。観光客向けとはいえ、村人たちはバロンへの異形の念や儀礼を欠かすことはない。また、 公園の品質も政府の審査員やバリ人の観光ガイドによって維持されている。ありがとうございます。